キャス・キッドソンはイギリスのデザイナーキャサリン・イザベラ・オードリー・キッドソンの名を冠したブランド・企業。イギリスを象徴するクラシカルなデザインをモダンでポップな感覚と融合させたプロダクトが特徴的である。小花やバラのいちごなどのモチーフが代表的であり、それらを用いたインテリア、雑貨等で幅広い年代の女性の支持を受けている。デザイナーである キャスキットソンがロンドンのホランドパークに小さな店をオープンした1993年に設立された。2010年4月にキャスキットソンが保有する全株式をアメリカ系プライベートエクイティファンドである TA Associates へ売却。その後、2014年に香港のプライベートエクイティファンドであるベアリングプライベートエクイティアジアが資本参加し、2016年に ベアリングプライベートエクイティアジア参加に入った。生産拠点もイギリスから中国へ移転した。イギリス本社全体では16カ国に約200店舗を展開していた。イギリス本社は2020年4月21日に日本の民事再生法に相当する財産管理を受けた。同時にイギリス国内にある全60店舗を閉鎖し、従業員、 約900人を解雇した。原因は、売り上げの4割をアジアからのインバウンド需要で補っていたが、2020年に発生した新型コロナウイルスにより、インバウンド需要が減少したためとされている。キャスキットンは、業用拡大を行ったがゆえに、ブランドが持つポリシーや、付加価値までも既存させる典型的な例となった。なお2020年12月、 オンラインビジネスで85%の売上高を維持していると発表し、ピカデリーの基幹店は再オープンした。日本におけるキャスキットソンブランドの服飾雑貨の販売は2002年にユナイテッドアローズが販売権を取得。イギリス本社が TA a s s o c i 参加に入ったことにより、2011年春夏シーズンにより 3A イ,インターナショナルが日本における 輸入販売事業を承継したものの、2015年9月に、キャスキットソンが出資したキャスキットソンジャパンへ事業が移管された。2014年にはユニクロへの事業譲渡に関する交渉が行われたものの、交渉決裂となっている。また、世界初となるキャスキットソンのカフェ、キャスカフェの第一号店が、神奈川県のテラスモール、 湘南内にオープンしたが2018年1月8日に閉店。物販機能は移転し継続する計画であった。キャスキットソンジャパンは商業施設や駅ビルなどに直営店を出店していった。しかし、並行輸入品が出回ったことや雑誌とのタイアップでブランドを冠したバッグを付録に付けたりしたことがブランド自体の既存に拍車をかけることになった。 2020年に発生した新型コロナウイルスにより、イギリス国内の店舗が一時閉店に追い込まれたことなどから、キャスキットソン自体の業績が悪化。日本国内においても、同年4月8日に発令された緊急事態宣言に伴い短縮営業、臨時休業の処置を取ったほか、同年4月21日にオンラインショッピングがメンテナンスを理由に休業した。 キャスキッドソンジャパンは、オンラインショッピング休業の翌日である2020年4月22日に、東京地方裁判所へ破産を申請。同日付で破産手続き開始決定を受けた。負債総額は、約65億円。負債の内訳は、イギリス本社からの買いかけ債務と従業員の給与、店舗の賃料債務などの一般債務となっており、債権者の大半が従業員であるという。 キャスキットソンジャパンは2021年2月26日に法人格が消滅した。なお、日本におけるキャスキットソンブランドのコスメ、化粧品関連の輸入、発売は2019年7月に伊藤忠商事が独占輸入販売権を取得し、東京堂にて販売を行っているため、キャスキットソンジャパンの経営破綻とは関係なく事業を継続している。 キャスキットソンジャパンの経営破綻時点では44店舗の直営店を展開していた。キャスキットソンジャパンに関するカテゴリー、ありがとうございます。